お疲れ様スロットです。今日はですね、負けは2024、14日目やっていきます。さあちょっと今日もね、マレーシアのホテルのロビーからね、撮影してますんで、いろいろなんか演歌みたいな BGM とか、ちょい、バイクの音とかね、マジどうにもできない、本当にごめんなさい。ちょっとうるさいかもしんないですけど、ちょ勘弁してください。はい、で今日ちょっと負け終わってことで、負けられないですね、かつ久々だね、1週間ぶりぐらいにやるわ。はい、ってことで結構カンスト隊にね入ってます。はい、まあいつ負けてもおかしくないです。で今までの最多が6600で、ついに6600で到達して最多を更新したところですね。なんでまあこっから自己ベストどんだけ残せるか、はい、まあ目指せ7000ではあるで、はい、やっていこうと思います。でデッキはこれですね。でブラスターなんだかんだ強くねってなってます今。はい、なのでまあブラスター採用のこのデッキでやっていこうかなと思います。でこの辺上げれたらいい、リトプリ13にしたいんですけどね、はい、13にできたらだいぶ強いかなと思うんですけど、まあちょっとゴールド余ってるので、まあ、ボム14にしとくか。さあボム14にして金がなくなり、うっ危ない危ない、これね上がっちゃうとキングタワーレベル俺上がるんで、まあ上がった方がいいかもしんないんですけど、え待ってめっちゃいいセールあるよ。いやでもなんか絶妙にいらないな、絶妙にいらない気がする。あんま他ねえな。うん、まあちょっとこのままでいいかなというわけで、ちょマジ本当に本当に負けられないんですよ。いきます。ちょ宝箱全部開けるわ。マジ集中で、ね、本当今までの歴代のベストなんですよ。この企画を多分3、4年ぐらいやってる、もうベストまで来てるんで、こっからです。いきましょう、集中。ちょマジマレーシアで負けることだけは許されない。 Wi-Fi はね、このホテル Wi-Fi 最強なんで途切れないと思ってます。ロビーしかねえけど、マジ集中ね。オルブラスターね、スケルトン部隊、さあバルキリー13、いいね。カンストじゃなければまあ全然許せます。ブラスターなんでこのちっこいのがちょっとめんどいが、いやー目がないと言ったっていい。正直自分から攻めていくのも大事、からのオールブレイカーまで行って踏んできてもロケット星がまあ残ってくれるよと。エリババエリババカンスト、やばすぎる、バケモンすぎる。エリババだけは勘弁してほしいが、いやー体力高すぎる。いやまあまあまあ、これ延命して延命できないか。あーウッド使いました。待ってよ、スケルトン部隊バルキリー、あーいやー厄介だね。スケルトン部隊バルキリー、エリババゴブリンバレル、スケルトン部隊これ回ってるかな。回ってなかったらいいが、なんか咲いてたっけ、他なんか咲いてたらしいね、全然覚えてないけど。さあまあいいでしょう、シャーナシ耐えて、エリババーカンストね、普通に気づいたら負けそうだな、怖すぎる。いやーロキ、あエレキか、エレキ咲いてたっすね、そういえば。いやーブラスターがちょっと強いね。いやーマジ踏んじゃってもいいけどな、なんか結構積極的にね行っちゃいますよ今日は。はい、でローリングウッド持ってるんで、まあ、我慢して絶対エリババ来ます。エリババを芝生用のさあガーディアンプラスのスケルトン、え噛みすぎる、ういちょマジ BGM でかすぎんな、なんかほんとさっきね言ったんですよ、なんかホテルのチェックインみたいなするところに、まあ、カウンターにお店の人がいて、そう、ムービーっつって、YouTube、そう、BGM、ボリュームダウンっつって言ったんですけど、俺の英語力じゃ通じんかったみたいで、調整不可能でした。はい、諦めました。ってことで、ナイス一勝です。いや、マジで怖すぎるな、本当に、なんか、Wi-Fi 途切れるだとか、なんでもありえるんですよ、負ける理由がね。はい、しかも今朝3時半でやばすぎる本当に。でも今日は終わらない、勢い大事なんでね、このままいっちゃおう、負けられない、は最多更新でございます。ふわ集中で、まあターレベルはねもう11しか来ないです。正直え怖、なんかマッチングしなかったらしなかったらなんか電波悪いのかなみたいな思っちゃうけど、え怖い怖い怖い、なんで早くマッチングしてくんねえか。来た
え、待って、やばい、今までのルールガン無視、タワーレベル12きた。ちょっと待って、やばい、ガチで話が違うっす、やばいっすこれ。え、今までのてかクラナのルールでタワーレベル、え、プラマ1しか当たんないはずじゃなかったっけ。え、ルールが覆されてる。ちょっと待って、え、本当に俺がそう思い込んでただけなの。11しか当たんないんじゃないの。え、全然、いやー、ゴリゴリに、やばい、マジやばい、笑えないかも。いや、ホグ用にリトプリ残しておくか。ちょ、マジでこれメガナイトも咲いてんの、両方咲いてんの、やばいな。ちょ、マジでバイクうるさいバイクうるさいけど、ちょっと待って、本当にこれやばいよ。今までなんで当たんなかったんだけどな。10だったらマックス11までだと思ってました。今でもそう思ってるけど、いやー、ちょっと痛えなこれ、だいぶ痛いか。うわー、いやマジ相手の呪文にも結構左右されるっすねこれ。普通に笑えない。うわー、キングけど偉すぎる、マジマジ。うわ、やべえ、うっと持たれてんの、マジやばい。うわ、マジやばい。ちょ、待って、集中、笑えない、進化すなや。ブラスター頑張れ。いや、これちょっといいんじゃない、うっと回ってないんじゃない、ちょっと入るね。ちょっと強気な攻め。やべえ、スケブ来い。え、待って、やばい、待って、やばすぎる、進化スケドリームや、やば、終わったと思った、マジで終わったと思った、やべえ。いや、急にね、てかタワー12強えな。え、12と当たるんだね、話が変わる。え、これさ、俺チャンピオンリトプリ出たら、まあゴールドちょっと足んないけど13にできます。え、欲しすぎる、お願いリトルプリンス来い。5、6分の1だろこれ、頼む、お前にかかってる。なんでない、選択肢にない、選択肢にリトプリもらう、なんで終わってる。じゃあスケキン最悪だ、いらなさすぎる。あ、マジか。いやー、今のリトプリ欲しかったな、正直ね、結構欲しかったな。7万5000ぐらいあれば多分13にできると思うんで、うわー、まあそれまではちょっと耐えか。うわー、まあ、もう潜りたくねえもんな正直今の味わったら潜れない、怖すぎる。なんだこれ、普通に負けてたっすよね。いや、ウッド持ち良くないんですよね、高回転のローリングウッド持ちね。じゃあマジで集中していきます、集中。そう、11、そう、基本プラマ1なんですよ。初めて2個上だったな、ここ最近の仕様で。いきます、マスケね、2.65 の可能性あります。
だいぶホグ来い、踏んづけてやる、ぺちゃんぺちゃんにしてやる。いやーこれね、バルーンとかだった時ちょっとやばいね今。うっ、まあまあディガーね、ディガーなら許すよ全然。トルネはさすがにないだろう。お願いします神様。よし、ザップね。もうザップの時点で結構当たりなんでね。なんだそのヤンキー攻め、許されない。うっ、強いがブラスターも強い。まあ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 、いや結構ウォールブレイクも入ってんな。いやでかいです正直。いや痛え、ちょっと待って、ディガー14バケモンすぎる。嘘って言ってほしい、本当に負けられない。まあ、ザップだったんでね、ちょゴブリンバレル飛ばし毒っていうのは助かる、入るよね。よし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 、ちまちま稼いでね。なんか嫌だったなさっきの、でも相手の攻め、あれベビドラ縦線ディガーっていう、うわマジで嫌すぎる。いやでもボム最強、かつさリトプリ出してガーディアンね、おぶね。いやこれさ、オールブレーカーまで行ってロケコで回収からの、いやでかい2発空振ってはいるロケット押しが、うん、いや進化スケ出すのもったいなすぎるか。いやこれいらないっすね。いやいります。うっ、怖っ、本当に笑えない怖さしてる。ザップ使ったら使わないか、いや入るんじゃない、さすがにザップ、うっ、ザップ使わなきゃ。進化スケの対応がみんななんか甘いな、甘いとか言うとあれだよくねえか、うん、いやでも進化スケマジきつそうだな相手。いやで俺延命しちゃうタワーをね。いやでかい、212残った。まあ、ファイボで落ちはするが、ファイボ打たなきゃ逆に落ちないぞ。さあこんなどうだ、畳みかけ守れんのか、無理だよね。よし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 、でけえ。しかもこれ最後にね拾っちゃうっていう、ディガーを、ディガー拾います。うん、うん、拾えませんでしたあぶねえ、マジ本当に勝っただけで大丈夫だ、3連勝ね。いやしかもこのゴールドの箱ですらね嬉しいんだよね。魔法の鍵で開けまして、ちょマジでなんかうるせえ音楽が急に鳴り始めた、嫌がらせかふざけんなよ。いきます、20%で上がります。はいはいはい、おめでとうゴミ箱。まあ、ゴールドなら許せますね。さあまだ3試合しかしてねえのか。6700到達です。ちなみにわあ、俺リトプリのレベルをさ上げなきゃ本気でやばい気がする。リトプリ？ウォールブレイカーか。いや正直ウォールブレイカーが13になるんでもうだいぶいいけど、1個ボルトでかすぎる、やばい、なんだこれ。うわーリトプリあと1枚、あと1枚のために課金もしたくないなね。今が耐え時っすよね、ここ乗り越えるしかないんだよね。さあ行きましょう、今の俺は最強です、負けないよ。タワーレベル11、ふっ、うわダガーガールや、ダガーガールやばいね。そのゴブリンバレルも刺さんないしウォールブレイカーも刺さんないわ。え、タワー HP 多すぎんだけど、嘘って言ってほしい。いやーこれなんとなく外にしようかな。いやまじダガーやべえな、バレルがさ入んなさすぎる。いやこれブラスターって許容できるのかな。うん、まあ、フリーズとか来たら話は変わるが、さすがにねボム誘導もある、いいね。よし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 、いやマジこのデッキねバルーンがきついんですよ、どう考えてもね、どう考えてもバルーンがきついんですけど、ブラスターとあとボムタワーのおかげで頑張れてます。正直ここがないとマジ勝てない。まあ、メガネとか出していいな。
最悪なんかエリアのなんかカウンターでね、いい感じに、うわやべ、そっちの竹取りたかったんじゃないが、まあいいでしょう。ファルチョン入ってない、 IT、 いやコストない、でかいでかいでかい、しかも出た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 、エネルギー不足、あつやつ結構いるぞこれ、え折れるんじゃね、プリンタワーよりだって攻撃できないもんね、えでかすぎる、ちょマジもっと走りたいけど、さすがにこれ以上の声量は許されない気がする。いやまあ、いやでもこれマジで本当ボムがね強すぎる。えリートプリ、いやまあちょっと入るのは仕方ないんですよね。でもブラスターなんだで、ロケコうっやばすぎる、気合の耐え、いやこれね進化スケまでちょっと見えるが、一旦落ち着くこともできるっすね。ランバーバルンね、いやまあボムあれば止まるだろうと思いながら、いやー怖っ、なんだこれ、守りたいな正直、ここまで来たら、いや守れるか、進化スキうざいぞ、えこれ進化スキやばいぞ、いやーマジで暇すぎるか、あーレイジ強っ、まあ対空出して、正直もうボムだより、えでかいそれ、もうこれで終わる、時間稼げば勝ちではある。いやでけえ、こうボムタワーがねマジで嬉しすぎる、かつこれブラスターじゃなかったらバルーン止まんないんですよ、いやブラスターナイスすぎるな、よく気づいた本当にね。さあ6740ね、え俺どこまでいけんだろう、7000いけるかな、あと260ね、まあ14レベルは絶対いるわ、もう正直マストっすね、14レベルがいない世界はないわ、お互いね、さすがにカンストいないときつそうだもんな。さあメガナイトだな相手も、うわダガー11やべえわ、 HP 差800、アホすぎる、頼む結構入ってくれ、あーいやまあ山雨は使ったっていいが、ゴブリンバレルの可能性もあったんでね、一回ね、でかすぎるそれ、あんたのエイム次第、あとは痛い、ちょっと痛いけどね、いやこれダガ上がりやべえな、ちょマジで無駄すぎる、うわーウィザードカンスト、ちょマジでピンチ、正直なところ禁忌されたし、いやー嫌すぎるな、ちょマジで集中します、喋れない、そんな余裕がない、てかダガーガールがねよくねえわ、明らかにダガーいなきゃもっと楽なんだよね、しかもガゴムレバレルっしょこれ、ちょっと渋いね、いやロケコ最強すぎ、ナイス、うやばっ衝撃映像に、あーいやー目がないと残ってほしいな、もうちょっとこれさ攻めがさきつすぎないか、ダガーガールのせいでマジで攻め手が、うっロケやばすぎる、あんた誰や、いやーこれね一発でも許せないですね、ウィザードカンストは、いやこれも許容できない、やばすぎる、もう苦しい食らわしてて苦しいと思うことないんだけどね、なんかもう崖に突っ立ってるような気分よ、絶望、集中、ウィザードがやべえな、あーいいロケコだな、これもちょっと強い、いや怖すぎる、ちょマジで怖すぎる、なんだこれ、一回耐えるかこれ、
な集中ね。いやボムタワーでけえ。こいつがあることによってね、よっしゃよっしゃ、対空なくても時間稼げるんでね。うわあ、さあ6700後半です。これでヒヤヒヤするというか、もう苦しい苦しい。さあ今日は今日とて5連勝ね。いやーユニリベやっぱ高いね。こうなってくるとだって全体的に俺より高いもんな。さあエメラルド、なんかさこの辺でいい感じにできたらいいんだけどね。欲しいもんなんもないっていう悲しすぎるショップではある。いや待って、魔法の宝箱やん。結構でかいぞ。たまたまチャンピオン出ねえかな。あるよな、上振れ来い。チャンピオンマジでお願い。うっ、うん、いい、さすがにね。まあまあいいでしょう。次勝てば6800行こう。怖いけどね、もう行くしかないんだよね。よし、待って、全然マッチングしない。来た、 11A。 ふう、まあ多分タワーレベルを上げると12とか13とかが結構多くてすぐマッチングすると思うんですけど。うわー、オーブンか。いやブラスターでさすがに壊せる。よし、オーブン無意味です。ブラスターの前にチルがいい。あー、いやーオーブンちょっと待ってよ。いやまあまあまあ、ウォールブレイカーを飛ばしにくいんだよね。いやこれね、相手のケツウォールブレイカーあるよ急に。相手もびっくりだろ、こんなん。なんで後ろからウォールブレイカーっつってびっくりではあるが、さあ矢の雨を持ってますと。矢の雨を使ったんで一ちゃんこうねロケット押しは頑張ってくれますよと。まあ巨大スケルトンなんでね、相手のデッキとしては、まあ、バルーンもスケラもロイジャイもホグも何でもあるわ意味ねえわ、巨大スケルトンだからが意味ねえわ。ロイホグもあるしね、全てのタクがある。ウィザード多いな。いやこれね、巨スケ使った後なんでこのケツミがないとちょっと強くないか。受けが苦しいんじゃない。これ端前巨スケ間に合わなかったらさ、だいぶご了承できます。マジでいきます。キョスケ出したいけどコストいるよ結構これ。さあどうだ、メガネットが飛ぶ。さあキョスケをしかもスケルトンで食うよ俺はね。熱い、落ちるんじゃね。うえー、ナイスメガニート、よう飛ぶわこいつ本当に。ニートなのね。わあでけえ、意外とぬるっとタワー落ちてくれると嬉しいっすよね。さあ巨スケ来る。まあこういうのはねボムで釣りながらのね、よいしょ、しかもロケコが働いてくれますよと。ウォールブレーカーでちょっかいかけながら、いやロケット方式結構いいな。なんかなんだかんだ本当にデッキから抜こうと思ってたんですけどね、ブラスター採用すると結局なんかこの範囲のね性能が優秀に感じちゃうよね。よいしょ、さあこれさすがに止まんないんじゃないか。終わらせてくれ、キング折っちゃえよ。さあウォールブレイカーも入って、バレルも入って、うーんロケット押しの拡散が入って、ウォールブレイカーも行きたいね。これマジせっかくならキング落としたいよね。うーんもしいけそうじゃね。5秒、ブザービート決めちゃえ、かましちゃえ。いいよ、ファイボファイボ守られちゃうんね。なるほどね、意地でもキングは取らせねえよと。マルコですかよあんたは。まあいいでしょう、いいでしょう。6800や、えこれマジ7000いけるな。まだなんかまあ負けるかもしんないんですけど、負けそうではないよな。ちょっと余裕があるか、怖すぎる。さあタワーレベル11、全然もうフル乾燥とか来てもおかしくないですからね。こういうのんきにやってる時に限ってきますからバケモンは。ちなみにこのデッキはホグデッキがきつくて、相手のデッキはホグっぽいね。
マジで怖い。メガナイトねえの、しっぷ、しょっぱすぎる。いやでもいい。進化テスラとかあるんかな。さすがに持ってないかな。どうなんだろうね。スケブー、進化スケもあるしね。進化バルキリーだってあるわ。なんでもあるの。いやこれウォルブレイカー行っていいな。からのバレルまでちょっと狙っていきたい。打ってこい。矢野の使うは金気ね。偉いな。なんかみんな当たり前に金が起動できるんだけど、そんなもんな。やべ、ちょっとビビる。これボムの範囲次第では事故る。いやー、まあゴブリンバレルね。バルキリーマスケゴブリンバレルか。いやキング起動されたのちょっとなえるけど、守ろう。スケブ、いやでかい。マジこのゴブリンのさ、チクチクがあるかないかでね、勝敗マジで変わるんですよね。いやーこれ美味しいな。え、美味しすぎる。潰れろ。うい。しかもこれゴブリンバレル打たせたら、あのヤナメね、スケブだってあるが、さあヤナメ使わしました。スケルトン部隊をメガナイトに使うとゴブリンバレルが入る。いやでかい。これ範囲でさ、ヤナメいらんねん。一本、うわーもうでかすぎる。ふぅもうね、一戦一戦怖すぎて、最初に1本取れるだけでね、マジ幸せなんですよね。シンプルに圧勝したい。ギリギリの試合とかね、いらないんですよね。まあ、ボム置いてホールベイカー飛ばして、まあニートからの進化スケもあるっすね。まあ、順番は何でもいいが、いやこれでネクロまで食える。あんたはね、食っちまいな。あ、バルキリーやばい。やばい、そのヤナメ。え？待って。え、マジで。これゴブリンバレルいきます。やばい。お、ぶね。待って、耐えて。お願い、許して。おぶねおぶねおぶね。今本当になんか150キロライトニングとかで落とされたらさ勢いで右側まで落ちてた。あー怖すぎる。いやーユニレベル高えな。ちょっと羨ましいんだけど。さあノーマルはねもう十分。え、ワイルドカード2枚。いやでもメガナイトこれエリートワイルド5万枚嘘だろ嘘だろこれ。5万枚いける？負けるまでに無理だよな。多分14以降はね追いつけないというか育てれないと思うんで、まあ、14にするのは目標っすね。全カードね。いやこのスケとかにも、もう蓄えといていいけど指南書あるんだよな。いやスケは指南書か。まあ、金集まってからでいいな。さあ次で、まあ、6850ね。集中。ダルビ11。やっぱ12来たの謎だな。わ、ダガーだ。マジ負け筋っすね。わ、枯渇しかもしょっぱすぎる。近畿でやめて。ちょ、マジやめてほしい。うわ、マジでうめえやつだな、これ。ちょっとやばいな。一発で仕留めて。いやー、これマジでむずいね。近畿が痛すぎるが、やばいね。ウィザード14。嘘って言っとし、嘘って言っとし、いろいろと。いやー、まあさすがにね、カンストは当たり前です。いらなかったな。いや、いやー攻めたいけどコスト残しとかないと、ここで甘えるのは許されない。いやー、まあいるかわかんねえけど、いやーうざすぎる。ちょっと待って、8枚プリン良くないね。
でも相手さ、ローリングウッドとか柳雨出してないよね。ウィザードおじさんいたぐらいだよね。お願い入ってくれ。うわー、ウッド持ってんだね。今からサイクルずらします。頑張ろう。いやー、オールブレイカーでちょっかいかけれねえな。シープー、これマジしょっぺーな。このマッチダガーが悪さしてる。ダガーいなければ結構ね、イージーマッチアップ多い気がするんだよね。いや、これガーディアンで強できそう。いやー、つ暗い。え、これ止まんないっしょ普通に。いやー、ウッド使って。なんかいたよな。でもこの柳危ねえか。いや、ウッド使ってくんねえかな本当に。え俺の言葉、え、これ熱すぎん？冷静に。進化スケもあるし、エレキを使わしてさあ、バレルが入る。え、しかもダガーガール、エネルギー不足やばすぎる。相手ロキオが処理できない。待って、進化スケが何してんだあいつ。オッケーオッケー、良すぎるよ正直。残れ、え、でかい。踏んでカウンターで、え、終わったくないで。いや、もうウッド持ってるんで一回ステイします。一回ステイしてここを突破しようとしたら、ローリングウッドが来るからこその、さあ、ローリングウッド使いたいだろ、使いたいだろ。受けが苦しくて使いたいんじゃないか。使わなくったら止まんない。いやー、めっちゃちゃんと我慢してる。え、あと80なんだけど、80の負け筋募集していい？はしまいプリンだよね、そんな気はした。でも柳雨ってさ、いくらあんだろうね。123、ワンツースリーフォー、ナイス。え嬉しすぎる今日も死なずに生きることができました。マジ生きるだけ嬉しいんだよね。さあ、負けておりません、しっかりね。でけー。さあ、6860まで来ました。結構来たね。マジで7000いけるやんね。まあ、でも次ではもうタワーレベル俺上がるんで、11になるのか。まあ、そしたらまたもっとレベル高くなるかもね。まあ、でもちょっとこのまままたね、負けずにね。Wi-Fi とかもだいぶ敵ではあるんですけど、まあ、そこら辺もちょっと気をつけてね。はい、7000ね、次回確実にいきたいと思います。ではお疲れ様でした。またね。